ードドアがカラードドア。おい、早く誰がどの扉に入るのかを決めないと。なんでよ。終わりましたね。それじゃあシグマさんは、残ってるのはまた。勝手なこと言わないでよ。わしは別にかま、さっきも言った通りアリスにも話して。何なのよその話しておき。ここでは言えん、後で話そう。もうそんなこと言われたら気に。じゃあアリスパターン A で。好きにすれば。他にいろんなある方。それじゃあこれ行きましょう。カラード9 8 7。扉は3枚ありますが、なんか、なんだろう、急な扉の脇。なんで私が。え、なんなのよそれ、とてつもなく怖い。そんなこと言われたら、っていうか、こういう。ルナはどっからどう見ても女性だし、あんたはどっからどう見ても男性でしょうが。突然キモい女言葉使わないでくれる。扉が開きましたね。開いたのはとにかくす。だから何なのよ。資料室のようですね。入ってきた扉にリファレンスルームと書いてありましたから。その名の通り、棚には資料らしきファイルや本がびっしりと詰まってるね。え、
Oh!
Thank you.
Bye.
フフフフ。
倉庫のようですね。壁にも落書きがあるね。書いてある文章はスペルミスでしょうか。ナイズの綴りが間違っています。正しくは NINTH のはずで。意味は？もしも第9の獅子が太陽を食べたらですね。でもどういうこと？何が言いたいのかさっぱり。向こうにある大きな扉、あれも英会にあったものと。だけど何も書いてないよ。扉を開くための装置のような。まあこんな頑丈そうな鉄の扉なんだ。もしかしたら。ところであっちの白く光ってる扉は3枚ありますね。 CD。 じゃあ次の扉の色は。多分バングルの表示色を混ぜ合わせたもの。おそらくそういうことなんだと思います。アンビデックス。もしかしたら別のチームが月のカードキーを使って。とにかく英会のそさ。
わしとアリスは何もしておらん。ディオが勝手に悪いか。どうしてみんなが集まらないとゲートを開けちゃいけないなんて約束。ええ、私たちはすぐに駆けつけられた。アイさん、ケイさん、クォーク君のさ、ああ、皆さん。ねえ、クォーク君が。クォークが？クォークがどうしたんじゃ。倒れたのです。つい先ほど部屋を探索していた時に。なんじゃ。とにかく今はファイさんが付き添って見ていますが、いつ容体が急変してもおかしくはありません。ですから。くおい、クォーク、しっかりしろ。ちょっとクォークは病人なんだよ。安静にしておかないと。ではどうすればクォーク助かるって。単に貧血を起こしてぶっ倒れただけ。いや、この子のことはわしが一番よく。この子が貧血を起こして倒れたことなど。じゃあ救急車でも呼んだらどうだ。貴様、ここは医務室、一通り診療。肝心のお医者さんがいない。ルナ。ほう、そういえばディオが言っておったな。ケイ、お前入った部屋に薬はなかった。申し訳ありません。そのようなものはどこにも。私たちが訪れたのは。それではクォークは。俺たちがたどり着く。食い物だったら腐るほどあったが、そんなもんはどこに。クォークか。あ、クォーク。Thank you.
いっそ。何しに来たの？助けに？どういうこと？嫌よ。このメスがなかったらバングルを外せ。ゼロウサギはこう言ってたわ。心臓が止まればバングルは外れるって。だからやめて！離して！離してよ！もう嫌なの！こんなところにいるのはもうたくさんなのよ！だったらいっそ死んでしまった方が。
皆さん、さっきと同じアダム。それでクォーク君と同じです。アリスさんも。そんな、どうして？アリスは一体ど、さっきも言いましたが、ラジカル6に効き目のある、ただし、ここ、嫌だよ、嫌だよ。まあよかったじゃねえか、シグマ。お前にとっちゃ願ったりかな。シグマとルナ、次の AB ゲームでその四つ葉が投票を棄権した場合、だから二人にとっては好都合なわけだ。特にシグマにと、何しろお前の現在の BP は、そうすればお前の BP は目標値に、そうかな。いえ、私は全てをしぐ、ほらな、言わんこっちゃない。これでますますお前が裏切りを選ぶ可能性は高まった。あの、でしたらシグマさんとルナさんも、四つ葉さん、シグマさん、どうしてですか？あ、なんだよそいつ。そんなもん食料庫にはなかビオトープにもありませんでした。では天明寺とディオのいずれかは二人の対戦相手はアリス。そのアリスはあんな状態だしな。よせよ、さっきの仕返しか。俺が裏切りを選ぶなんてありえない。アリスの今の BP は1なんだぜ。もしも俺が裏切りに投票したらどうなる。 BP がなんでだよ。大丈夫じゃ、安心せい。ディオと同じ部屋の中には、ついさっきまではクォークのことが気がかり、そうもいかんようじゃしな。チームメンバーのうち誰か一人が、わしはディオと一緒に部屋に入ってこやつを見張じゃから、そういうことじゃ。やれやれ、よっぽど信用されてない。念のためじゃよ。うっかりとアリスを殺されてはかなわんから。うっかりとって。ところでさっき3つの CD に分かれて入る前にアリスさんに、あれん、まあそれは大したことではない、気にするな。投票の締め切り、さあいよいよ。私と四つ葉はここに残って、アリスとクォークのことを見ている。だから他のみんなは投票を。え、ファイさんも残るので。ああ、何かあった時に四つ葉一人だけでは。私を信用。そうだ、私の BP は。ああ、おいおい、何をイカれたこと言って。こいつの BP が9になっちまったらどうするんだよ。大丈夫だ、 K は決して裏切らない。どうして言い切れる。まあなんとなく。なんとなくってお前な。わかりました、そこまでおっしゃっていただけるのなら私がチームの代表として。ああ、頼んだぞ。どうなっても知らねえからな俺は。投票の締め切りまで。さあ、とにかく行きましょう。うん、それではファイ、クォークとアリスのこと。ああ、わかった。あとは私と。ええ、そ、
投票。シグマさん、投票先。ですよね、安心しました。シグマさん、その手どうしたんですか？何か白いものがついてるみたいですけど。大丈夫？本当に？でも、シグマさん。投票の締め切り9、8、7、6、5、4、3、2、1。アンビデックスゲーム、結果はお疲れ。アンビデックス。シグマさん。結果、ミニ。おいシグマ、さっさとこっちに来い。結果発表。アンビで一度。結果各自。すごいです、みんな協力で一致し、ケイさん約束通り。ファイさんにあそこまで言われては。テミオジさんとディオさんも協力に。当然わしらが裏切りを選べば。ま、そういうこった。ルナさんたちにもお礼を。よくぞ協力を選んでくださいました。お礼なら
シグマさんに言ってください。実際に投票したのは。シグマさん、ありがとうございます。シグマさん、シグマさん。おい、どうし、返事ぐらいせんか。シグマ、一体何があったという。そういや、さっきからずっと上の空って感じだよな。もしかして AB ルームの中でルナに振られたとか。おいおい、まあ冗談も通じなくなっちまったとは。こいつはよっぽど重症だな。アンビデックスゲートはなお、このこれを用いる。ゲートを無限ということは、つ星のカードキーを使えばどうやら。なあ、そういや AB ゲートが死、それから確かに。みんな、すまんがバングルを見せて色と種類を確かめておきたい。なるほ、リオとケイはキ、わしとルナも同じくペアじゃが、色は違う。ええ、天明寺さんは水色。シグマだけがソロ版か、赤のソロ。ってことは、医務室にいる4人は、わしとルナはペア版じゃから。すると、残りの2人が表示色は、わからんか。多分、緑と青だ。なぜわかる。ご覧になりませんでした。B 階の倉庫で、白、あれがきっと、次に開かれるし。ああ、それならビオトープの探索を終えた後、倒れたクオ、扉の脇には例のロックですから、おそらく間違いないと。あの白い扉が次のシーン、白の第二扉を開くにはバングルカラーのところで、ペア版の表示色はですから、混ぜ合わせた時に白になるのは。え、そういうことです。さてと、わしは一度医務室に戻るぞ。クォークとアリスのことが気がかりじゃからな。では私、俺も行くとするかな。こんなところに残っててもしょうがねえからな。シグマさんとルナさんは。私は、え、おいおい、一体何を企んでやがる。何も企んでなんか、本当に。ちっ、まあいい、勝手にしろ。What?